ジェダツン・ランパートクとは、モンゴルにおける活物の名跡である。損傷として、お星人様を意味する、ボグド・ゲゲンがあり、1911年から1924年に、かけては、モンゴルの原種として、聖なる王様を意味する、ボグド・ハーンの称号も使用された。この名跡は、17世紀末から20世紀初頭に、かけては新長から、 1919年には中華民国から作法を受けた。1614年、ジョナン派の抗争、ターラナータはモンゴルへ巡釈し、20年ほどそこで布教をしていた。ターラナータはモンゴル人の信頼を得、モンゴル人はジェップツンダンパと彼のことを呼んだ。1634年にターラナータは没死したが、翌年に生まれたハルハブのトシェートハーンの息子。 ザナバザルを、その天章とし、法名を、ロサン天平義園禅として、モンゴル独自の法王を建てた。1649年、ザナバザルは、チベットへ修行に行った。当時チベットは、愚子ンの勢力下にあり、チョナン派はゲルク派にとって変わられようとしていた。1650年、ザナバザルは、パンチェンラマ四世から受戒し、正式に僧となった。そして、 ザライラマ5世と越見し、ゲルク派に改修の上で活物と認定するということで、翌年ゲルク派に改修し、ザナバザルは正式にジェブツンダンパホトクト1世となった。1657年、モンゴルへ戻ったザナバザルは、エルデネ像でチベット仕込みの仏教を広めていくこととなる。1688年、ジュンガルブのガルダンハーンから攻撃を受けて、清市へ助けを求め、 後に、作法の関係を結んだ。1691年、後期帝より、ホトクトダイラマの称号を賜り、春八方の宗教的、政治的指導者へと上り詰めていった。以降、ジェプツンダンパの名跡は、新朝の作法を受けてからダライラマが追認するという、形式となった。20世紀初頭には、 ジェプツンダンパホトクト8世を君主として衰退するボグドハーン政権が成立、人民党が1920年にモンゴルの政権を獲得した後も8世が没する1924年まで君主の座にあり続けた。ジェプツンダンパ9世は1932年にカムのリタンで生まれ4歳の時に当時のチベット摂政政府より活物として認定された。 モンゴル語のローマ自転車は、サツキカク、キン、モーコ教領収、アキラヌのタケルタンともえともチベットの関係、モーコともチベット歴史関係の研究に基づく。ありがとうございます。